団長、せっかくだから一差し回せてくれ。この船のみんなと団長の無病息災を祈願したいんだ。年越しの儀はガルも一緒にやるんだ。二人で息を合わせて待ってこそ犬神宮の年越しの儀になるからな。この服装で戦えるのかって？当たり前だろ。なんなら今からわしと鍛錬するか。鍛錬はこれくらいで終わりにしよう。ただの手合わせのはずなのに、見てるこっちがハラハラするほど凄まじかったぜ。そうか？ガルと鍛錬するときはだいたいいつもあんな感じだぞ。まあでもわしのスピードについて来られる人間はそうそういないだろうからな。団長がガルの代わりに相手してくれてすごく助かった。ありがとう。お前、でかいのが出かけてからすげえ暇そうにしてたもんな。あははは、体がなまって仕方なかったぞ。ガルちゃんは今頃どうしてるんでしょうか？故郷のみんなと話し合いでもしてるんじゃないか？話し合い？何を話すんだよ。多分、わしの修行がどんな感じに進んでるかだと思う。もうすぐ試練があるからな。試練ですか？犬神宮の神主、刀身を継ぐ者は故郷のしきたりで試練を受けないといけないんだ。わしは最後の試練を受けてないから、刀身としてはまだ半人前なんだ。バジラちゃん、こんなに強いのにまだ半人前なんですか？刀身ってのはとんでもねえんだな。それで最後の試練ってのはどんなことをするんだよ。わしも細かいことは知らない。ただ最後の試練は初代の試練って呼ばれてて、初代刀身に認められてわしは初めて一人前になれるって話だぞ。あれ？でも初代ってすごく昔の人ですよね。ああ、何百年も前の人らしいぞ。おいおい、そんな奴にどうやって認めてもらうってんだよ。試練の洞っていう洞窟で試練を受けるってことしかわしも聞いてないけど。まあ実際にやってみればわかるだろう。肝が座ってるっていうか、のんきなやつだな。大事な試練なんじゃねえのか？確かに大事だな。試練に失敗すればわしは神主、刀身としての立場を返上しないといけないし、そうなったらわしは後進の育成とかに携わることになるだろうから、団長と旅するのも無理になる。おいおい、めちゃくちゃ重大じゃねえか。バジラちゃんとお別れになっちゃったら私悲しいです。うん、わしもだ。でも大丈夫、そんな悲しい顔しなくていいぞ。初代の試練は神主と相棒の犬が一心となって挑むものだからな。わしとガルなら絶対に乗り越えられる。そういうでかくて大事な試練でも犬と一緒なんだな。本当に一心同体って感じだぜ。わしの一族は犬と一緒に育っていくのが当たり前だからな。ガルのこともまだBの半分くらいの大きさだった頃から面倒見てるぞ。今はわしが乗れるくらい育ったけど、昔のガルは兄弟犬の中でも体が小さくて病弱だったんだ。ちっともご飯を食べないからお湯でふやかして少しずつ食べさせてたし、病気をした時は
濡らしたタオルで体のほてりを冷ましながら一日中看病してたな。懐かしいぞ。大変だったんですね。バジラちゃんのおかげでガルちゃんも丈夫な体に育ってよかったです。けどよ、その頃ってバジラもかなり小さかったんじゃねえか。よく面倒見れたな。そうだけど、わしはガルの主人だからな。面倒を見るのはわしの役目なんだ。いやー、役目ったってなかなかできることじゃないと思うぜ。優しくて面倒見のいいバジラちゃんがいつもそばにいてくれて、きっとガルちゃんも嬉しかったと思います。ガルはシャイだからあんまり自分の気持ちを言わないけどな。あー、ガルの話してたらガルに会いたくなってきた。試練も近いだろうし、早く一緒に修行したい。そんだけ元気なら試練も軽く突破できそうだな。お、最近は神の声もよく聞こえるし、身近に感じて調子がいいんだ。心身ともに強くなれるようにもっともっと修行するぞ。神って自然に宿る意識みたいなやつのことだよな。そうだ。理由はよくわからないけど、ここのところ神がわしに力を貸してくれる感じがしてな。鍛錬を続けたらそのうちどんな島でも神おろしができるようになる気がしてるんだ。私は主にあまり神おろしはしてほしくないのです。神おろしに大切なのは強い精神力と肉体はもちろん、その心のありようです。自分の心を完全に明け渡すことをためらわぬ無垢な無防備さ。主は簡単に自分を手放してしまえる。ガルちゃんはバジラちゃんが大事だからそれが怖いんですね。確かにそれを聞いちまうとちょっと怖いよな。それっていいことなのか？どうなんでしょう。バジラちゃんは喜んでますけど。旅の最中にお前だけ呼び戻してしまいすまなかった。わしはどうしてもバジラのことで確認しなければならないことがあったのだ。だがバジラも呼ぶと勢いで煙に巻かれてしまうし、あれの説明は感覚的でどうにも要領を得ない。そこで先にガルジャナから話を聞こうと思い、単独で帰ってきてもらったのだ。早速だが、ガルジャナよ、単刀直入に聞く。バジラはまだ神の声を聞くことができるか？はい、故郷にいた時と変わらず聞こえているようです。故郷の外でもか？はい。試練の年も迫っておるのにか。これまでになかったことだ。試練は予定通りに行うおつもりですか？当然だ。神おろしのできるバジラが
初代様の試練を超えれば歴代最強の刀身となるやもしれん。まさに初代様の再来と言えよう。こんなに喜ばしいことはないわい。どういうことですか。神下ろしのできるバジラ様なら初代様の御霊さえも下ろせるかもしれないからだ。シャナムカか。長老様、許可なく御前に上がる無礼をお許しください。まあよい。バジラのこととなればガルジャナの兄弟犬であるお前にも人事ではあるまいしな。初代様の御霊を。ガルジャナ、渋い顔をしてるが何か迷っているのか。何が気に入らない。バジラ様が試練に失敗するとでも思うのか。やめよシャナムカ。屋敷内での荒事はご法度だぞ。申し訳ありません長老様。長老様、ご無礼を承知で申し上げます。なんだガルジャナ。今主に試練を受けさせるのは反対です。なぜだ。それは長老様がお尋ねだぞ。黙っていないでさっさと答えろ。なんなら俺が代わりに申し上げようか。自分にはバジラ様の相棒として試練を受ける自信がありませんと。長老様、ガルジャナはこの通り優柔不断で愚鈍でございます。優秀なバジラ様には不釣り合いです。ですからどうかバジラ様の相棒を自分に変えてください。自分ならば必ずやバジラ様のお役に立てます。はあ、お前たちは顔を合わせればいつもこの調子だな。さっきも話した通り、バジラには一族の期待がかかっておる。試練は必ず受けさせる。どうだガルジャナ、シャナムカはああ言っておるが、お前は何か言いたいことはあるか。私はどんな形であろうと主に尽くすだけです。わかった。そこまで言うのならシャナムカとガルジャナで勝負をせよ。バジラの相棒には勝負を制した方がなる。異論はないな。はい、もちろんでございます。あ、この匂いは。事情はよくわからねえけど、まずい状況みてえだな。急ぐなら船で行ってやろうぜ。それは助かる。早く船に戻ろう。
これより東大東進バジラの相棒を決する勝負を始める。勝負は一族に伝わる掟に従い、初代様の御前にて執り行うものとする。よって勝負によって決したことは絶対である。ガルジャナ、そしてシャナムカよ、命を賭して戦う意志があるならば沈黙をもって示せ。両者とも土俵へ上がるがよい。では始め。変わっていないな、ガルジャナ。そうして逃げるだけか。やはりお前は弱い。昔からそうだ。グズでノロマで役に立たない。バジラ様はお優しいお方だ。ひ弱なお前の世話をするうちに性が移ってしまわれたのだろう。だからお前をそばに置いている。お前が強いからじゃない、むしろ弱いから守ってくださっているのだ。どうした、反撃しろ。それとも俺が恐ろしくて牙を剥くことさえできないか。弱きガルジャナ、お前はバジラ様の相棒にはふさわしくない。試練を受けられるバジラ様は俺がお守りする。さっさと負けを認めろ。さもなくばお前死ぬぞ。攻撃を仕掛けるのはシャナムか。ガルジャナはいなすだけで一向に反撃しようとしない。変わらんな、二人とも。次の一撃で決める。死にたくなければ負けを認めろ。お前たちやめろ。バジラ様、誰がこんな喧嘩を許した。で、そこにいるのはおじい。バジラ、なぜここにいる。お前は呼んでおらんぞ。試練までまだ間もあろうに。なるほど、お前たち三匹がバジラに勝負のことを知らせたのだな。そんなことよりおじい、一体何があった。どうしてガルとシャナが立ち会ってるんだ。シャナムカが試練を受けるお前の友にふさわしいのは自分だというので、ガルジャナと勝負させていた。シャナがわしの相棒に。なんで今になってそんな話に。この気配は。二人とも急にどうしたというのだ。試練の洞から魔物が。ここはわしたちがやる。おじいは下がっててくれ。行くぞ。みんなお疲れ。じゃあやー。
今ので最後だな。さすがだな、シャナ。おじいを守って偉かったぞ。滅相もありません。自分は当然のことをしたまでで。試練の洞から魔物が出てくるなどただの一度もなかったというのに、何が起きたというのか。何があったのかは分かった。シャナ、わしのことを心配してくれたんだな。嬉しいぞ。いえ、自分は。けどな、わしはずっと前から最後の試練にはガルと一緒に挑むって決めてたんだ。だからここは引いてくれないか。バジラ様は自分の力がガルジャナより劣っているとお思いなのですか。そうじゃないよ、シャナ。どちらが強いとか劣ってるとかそういうことじゃないんだ。わしはガルのこともシャナのことも同じくらい大好きで信頼してる。大切な家族だからな。でも試練を受けるときはガルと一緒がいいって思ってたんだ。ずっと理由はわしにもよくわからないけど、試練を受ければ見えてくる気がする。だからシャナ、ごめんな。わしのためにもガルを信じてほしい。バジラ様がそこまでおっしゃるのなら、試練の相棒はガルジャナに任せるとしましょう。ですが自分はいつでもバジラ様の隣に立つ準備はできています。ガルジャナが力不足だった時には。ああ、その時はシャナの力を借りよう。はい、精進してお待ち申し上げております。ってわけでガル、改めてになるが、わしと一緒に試練を受けてくれるな。はい。よし、これで問題は解決だな。おじい、今回の勝負はなかったことにしてくれ。ああ、それは分かったが、バジラよ、わしにはどうにも洞から魔物が出てきたことが不吉な予兆に思えてならん。不吉かどうかは分からんが、放っておいたら危ないのは確かだな。よし、すぐに試練を受けよう。バジラ、何を言い出すのだ。試練となればわしとガルでホラに入るだろう。だから魔物のことも調べられる。ならぬ。ただでさえ試練にはまだ少し早い。魔物まで出たとあっては。おじい、わしはもう子供じゃない。甘やかすのはやめてくれ。そもそもガルだけ呼び戻したのもわしの顔を見たら厳しくできなくなるからだったんだろう。そうだったのですか。まあ危険な試練だからわしも慎重にはなるわな。大丈夫だ。わしとガルならどんな試練でも絶対に超えられる。ホラの異常だって解決してみせるぞ。だから安心してわしたちを送り出してくれ。良いのだな、バジラ。失敗すれば刀身としての立場を失い、今までの生活はできなくなるのだぞ。覚悟の上だ。それでもわしとガルは試練に挑む。分かった。試練に挑む者の意志は
誰にも邪魔することは許されない。一度屋敷に戻り、ガルジャナと共にしきたり通り準備を整えるがよい。ありがとうおじい。あ、でもその前に、ガル、シャナ、二人ともちょっとこっちに来い。はい。事情は分かったし、おじいが許可したことだったけど、兄弟喧嘩はいけないことだ。は、はい。これで喧嘩両成敗だ。もうするんじゃないぞ。肝に銘じます。私はもっと強くなりたい。一緒に頑張ろう。